チャラリンコクッキング、はい、チャラリンコ。8月ももう終わりに近づいて、だんだんね、秋の気配も感じるんですけど、今回もゴーヤですね。ゴーヤがね、いっぱいあります。今回もゴーヤなんですけど、今年ね、結構ゴーヤ結構ね、料理レシピ出してるんですよ。だからもう今回がね、もう今年最後のゴーヤレシピです。で、今回このキクラゲですね。で、このキクラゲのね、プリッとコリッとした独特の食感と、歯触りっていうかな、ゴーヤのシャキシャキした歯触りと卵のね、ふわっとした食感、3種類のなんかね、組み合わせ、ものすごく相性が良くて美味しいんです。なので今回はゴーヤとキクラゲと卵の炒めですね。はい、じゃあ作っていきましょう。キクラゲの戻し方です。まずね、キクラゲぬるま湯に 5,6 分浸して、プリッとなるまでね、戻します。そしたら、流水などでね、よく洗ってください。そして、石突きとかありましたら、取り除き、食べやすい大きさにね、ちぎっちゃってください。で、ザルにあけて水気を切っておきます。今日卵ですね。ゴーヤが 300g、卵2個。はい。で、キクラゲです。あと、タレを美味しくするために、長ネギのちょっと白いとこ10センチぐらいと、ニンニク1かけですね。これはね、みじん切りにして、タレにね、使っていきます。そんな細かくしなくてね、大丈夫です。じゃ、このニンニクは包丁の腹のところでグッと押して、タレに使っていきましょう。でもね、洗ってあります。両ヘタを落として、で、半分に割って、スプーンでね、種を取ります。で、あとこれね、薄く 2,3 ミリぐらいですかね、 2,3 ミリにスライスしていきます。で、塩を小さじ1杯入れます。で、ちょっとね、苦味とかちょっとゴーヤの生臭みをこう落とすために、軽く塩で揉むんじゃなくて、あんまこう塩で強く揉むと苦味がね、苦味成分、ゴーヤ独特の苦味成分が全部抜けちゃうんで、軽くね、こう塩でこう強く揉まずに、こうやって軽くね、塩をまんべんなくゴーヤにね、まぶしておきます。これちょっとね、置いときましょう。そうするとね、苦すぎない、程よい苦味の残る美味しいね、みんなが食べれるゴーヤになります、ね。まあ、苦いゴーヤが好きだよっていう人もいますけどね、今回はもうみんなが、ね、美味しく食べてもらえる感じにしたいと思います。で、卵が2個ですね。はい、じゃあ合わせ調味料ですね、ガラスープの素です。ガラスープの素を、小さじ1杯、砂糖、まあ、砂糖でもラカントでも三温糖でもきび砂糖でも、ね、何でもいいです。砂糖小さじ1杯、お湯を入れます。お湯を大さじ3杯、混ぜると、ね、顆粒とかね、顆粒の粉末の調味料がもうすぐさっと溶ける、ね、さっと溶けるんで、お湯を先に入れるんです。で、紹興酒大さじ1杯、普通のね、お酒でも大丈夫です。料理酒でもいいです。醤油ね、小さじ1杯。で、隠し味にね、オイスターソースを小さじ1杯。オイスターソース小さじ1杯。で、胡椒ですね。胡椒少々。今回、とろみをちょっと入れたいんで、もうここにね、片栗粉、小さじ2分の1。小さじ2分の1、もうこのタレに直接ね、水溶き片栗粉作るのめんどくさいんで、直接片栗粉入れます。
はい、これをね、よく混ぜます。はい、これでね、合わせ調味料の完成です。はい、したらね、フライパンでも鍋でもね、どっちでもいいです。まあ、鍋にね、こうやって、1.5 リットルぐらいかな、お湯を沸かしておきます。で、ここに油です。菜種油大さじ1杯入れます。油を入れることで、さっとね、高温調理が可能になります。で、キクラゲ入れます。キクラゲ入れたら、さっきのゴーヤですね。これを入れます。はい、でもさっとね、ここで湯通ししてください。はい、じゃあね、キクラゲとゴーヤをね、入れて、もうさっとね、再びお湯がもう沸いたら、これぐらい沸いたら、もうこれ樽に開けます。こんな感じです。まあ、炒めてやるやり方もあるけど、まあね、こう、湯でね、お湯でさっとやる。お湯でさっとね、湯通ししてやる。こっちの方が簡単。はい、じゃあちょっとね、フライパンの方を掃除してやって、ここにね、菜種油。油をなじませますと。大さじ1杯ぐらいの油を用意して、卵を入れて、これもね、さっと炒めるよ。さっと。表面固める程度、ね、完全に火入れるんじゃなくて表面だけ固めてやる。はい、こんな感じ。ふわっと、これがふわっとしたね、卵の食感になります。またちょっとここにね、油、中根油をこう入れて、弱火です。弱火で、これニンニクとネギ、ニンニクとネギをこれ弱火でね、香りが出るまで炒めてください。ニンニクと長ネギからいい香りがね、出てきます。これ焦げやすいんで必ず弱火でね、炒めていってくださいね。はい、そしたらこれ合わせ調味料、合わせ調味料を入れます。でもう片栗粉ね、入ってますから、入れるときによく混ぜてから入れてください。もうとろみはね、もう一発でつきます。はい、したらこれ入れます。ゴーヤと卵一気に入れる。ちょっとね、卵をこう崩しながら、卵をちょっと崩しながらこれを炒め合える感じですね。はい、もうすごく簡単。はい、したら最後にね、ごま油です。ごま油を小さじ1杯、ね、ちょっと入れて完成です。はい、もうこれめちゃくちゃ美味しいですよ、ね、もうすっごくいい香り。じゃあ盛り付けていきましょう。いきますよ。うわ、このツヤツヤを見てください。で、ゴーヤはシャキシャキ。はい、こんな感じ。はい、じゃあこんな感じで、ゴーヤとキクラゲ、ゴーヤと卵と、ゴーヤと卵とキクラゲの炒め完成です。うわ、うまそう。見た目もいいですね。最高です。卵とキクラゲの炒め、早速いただいてみようと思います。いただいてみましょう。キクラゲ。はい、チャラリンコ鳥水隊長です。それでは早速、ゴーヤと卵とキクラゲの炒めいただいてみましょう。ゴーヤとキクラゲの卵、いやー、いい香り。いただきます。うん、これね、もうね、めちゃんこウルトラスーパー美味しい。もう最高に美味しいです。いやー、うまい。ゴーヤのシャキシャキっとした、食感と、ほんのりしたね、苦味、それとふんわりした卵と、
キクラゲのねプリッとコリコリっとしたねもうコリコリの食感、これがもう止まらないです。やみつきになります。本当に美味しいですね。タレもねすごく美味しいですよ。もうご飯にもビールのおつまみにもね、もう最高のおかずです。お肉入れてもね美味しいし、もうねこれも優勝ですよ。うん、今回は、まあ、ちょっと実家からちょっとゴーヤもらって、ゴーヤがいっぱいあったんですよ。でゴーヤと卵とキクラゲのね炒めを紹介しました。もうこれね皆さんもねゴーヤがあれば絶対作ってほしいですね。この炒め物最高のおかずですよ。卵もいい仕事してんな、最高。これは癖になっちゃう。はい、ということで今回はねゴーヤと卵とキクラゲの炒めです。最高の炒めのおかず、ね、皆さんぜひ作ってみてください。これ美味しそう、やってみよう思っていただけたらね、ぜひチャンネル登録、いいねボタン、ポチリンコお願いします。それではそれじゃね、チャラリンコじゃんけんです。はい、チャラリンコじゃんけん、チャラリンコ。はい、今回もチョベリグ、チョベリグです。はい、ということでね、本当に美味しいので皆さんもねぜひ作ってみてください。最高です。それでまた見てねー。